てまた終わるか、ここからまた始めるのか、見せないさ、僕も知らないか、君が決めないよ今なんじゃない。え、メラメラ歌ってました。私メラメラ歌った。私今歌ったかな。歌ったかもしれん。ごめんなさい、キャプテンまた。お、ありがとうございます。今日はとてもとても幸せなでした。家べかもしれん。私家べカラーをつけたんですけど、今華やかに見えます。わからんか。キュロンキュロン。チャ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 、シャープなタタタ、勝利簡単にコントロールしてしまう感覚あるらしい。ダサくちってリボンするんだって。まあコンティニューとクシートダンジョンとロールシェア貼ってコンタンなんだ。シャブだったって話そう。まあ私はもうこれを持ってってね、アステールプラザの大ホールでハッピーって写真を撮りたかったんですけど無理でした。一人で行ったんで、なんせ恥ずかしかったし、いろいろな感じで無理でした。うん、はあ、本当になんか今日のことですかって感じのぐらい楽しかった。そう、サングラスデイズのあの MV 作った時に使ってたやつ、これ。こんばんは。今日は私の大好きなユニゾンスクエアガーデンというバンドさんのライブに行ってきまして、もう幸せな時間でした。なんとなくで見に来たんですけど、可愛すぎてびっくり。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいだっけ。そう、行けたんですね。3年前ぐらいもチケット持ってたんですけど、急遽お仕事が入って行けなくなって、それからトラウマでチケット取れなかったんですけど、ずっと気持ち的にね。今年はってか今日は行けまして、っていうかもうクレイジーバースデーとか天国と地獄とか聞けると思わなくて嬉しかった。鮭が鮭でした。はあ、鮭が鮭だった。もう呪術廻戦見てるからさ最近、鮭はっってなりました。そう、ツイートしようって思ってたんですけど、そう、ちょっといつしようかなって。
グッズ買った買ったの。これ買えたんです。ネットで売り切れてたんですけど、会場にはうわ顔がめっちゃ飛んでる。会場にはあって、これなんかね基本買ってたんですよ。あの人参のやつとか T シャツとかいろいろ買ってたから、これをね買いました。嬉しい。このユニゾンさんのねグッズのリュックずっと欲しかったんですけどね、なんかずっと買ってなくて買った。途中ね、途中ねアカペラで歌っ、アカペラっていうかマイクここにして歌った時があったんですよ。もうアカペラアカペラでみたいななりました。もうね1曲目のね一声目をね聞いた時に涙が出てきて、初っ端で泣きました。その後は泣かなかったんですけど、感動した。あ、ありがとう。そうファンクラブ入ってるんですけど、ファンクラブからあの予約しなくて2階席から見たんですけど、でもねあのね全然遠くなかった。意外と何か自分たちも、まあ自分たちはさ結構さあのどうかわかんないんですけど、でも私はこの広島に来てくださった時に見に行くぜ。だからね、あのそれはもちろん追いかけてらっしゃる方は絶対いらっしゃると思うし、いろんな県にね。でそれは STU にとってもそうじゃないですか。多分誰もいないステージに白いギターと赤いベースとドラムがある時点でめっちゃ感動した。私たちの時なかったよ。私たちの時っていうか今日はなかった。あの本人、ご本人たちが入ってきて、であのスタッフさんが持ってくるっていう形でした。やっぱ2階席で見ててさ、2階席見てもらえると嬉しいじゃないですかね。普段はステージに立つ身ですけど、そのやっぱねこうやってね見るお客さん側に立つこともね大事だなって思いました。改めてなんかあもっと2階席、まあ私見てるんですけど、結構見てるし、見てるなんかね手も振ったりしてるつもりなんですけど、そうそう、でもやっぱ改めて2階席見ようって思ったり、どんなに席が遠くてもライブって楽しい。わかる。もうレスなんかいらない。もう同じ空間で生で見れるってすごいよね。多分ね、あのご時世の影響でピック投げとかスティック投げはなかったです。こんばんは。あとは MC もうちょっと聞きたかったなって思った。全然なくて。ユニゾンさん初見です、こんばんは。そうなんかあもっと広島でこれ食べたよとか、まあ食べてないかもしれんし、
お忙しいしね。だけど、なんか、まあでもね、広島って言ってくれるだけで嬉しかったんですけど私の地元の県の名前を言ってくださってるみたいな。でもやっぱね、ちょっと MC って後がいいんだなって思いました。まあね、ないやつが好きな方もいらっしゃると思うけど、曲もそうだけど、 MC ってさ、曲もね、だってあの全部生で演奏されて、もうさ、プロの方々だからさ、そう、あの、なんて言ったらいいんだ、もうほぼ同じっていうかね、その日のコンディションによってちょっと違うくなるかもしれんけど、大体同じ。アレンジとかもね、その場所によって変えられてるかもしれんけどみたいな、ほぼ同じじゃないですか。でも MC ってそんなに同じこと喋らんやんって考えると、 MC ってなんか来たからこそみたいなところあるのかなって思いました。デッドバイデイライトキラーはね、まだ一回もやってない。チュートリアルでしかキラーしてないです。ずっとノラでサバイバー、キラー苦手なんですよ。広島弁話してた？話してないよ、話してなかった。今の時期 MC 長いと怒られるらしい。そんなことがあるの？リバイバルだから MC も再現したのかも。いや、言われてましたね、それ。 MC も再現してるって言ってた。いや、フォールガイズ難しいよね。私もフォールガイズね、いつも3戦目以前にね、脱落したりしてね、あ、もうダメだこれやってなってた。デッドバイデイライトはね、キャンプ少ない、ありがたい。でも楽しいか楽しくないかって言われたら、まだ育成期間だから、あの、まだ、あ、そうそうそう、実は足が長いらしいホールガイズ、あれでしょ、ペンギンのあの折れてるっていうか、何て言ったらいいの、しゃがんでるんですよね、人間で言うと。第五人格の方がコツも掴んでるし、あの、なんだっけ、潜在解放っていうんだっけもうできてるから、そう、あれなんですけど、デッドバイデイライトなんかパークがさ、第五人格より複雑だから難しい。あ、そうそうそう、人格ステンコラボ2本しまだ届かないよ。問い合わせましたか？ここで言うより問い合わせた方が早い気がする。キャンプはね、そうですよね。でも第五人格キャンプしちゃうよね。トーテムとか未だに分からない。ああ、フィールド見にくくない？めっちゃ見にくい、暗いし。なんか黒人の方がいっちゃん最初にやった方がいいって。キャンプ思うな。いや、でも私もキャンプしないようにしてますよ、あのキラーするときはね。でもキラーはあんまりしないから。サバイバー、あのボンボン使って、あの
いっぱい爆弾を置いてどっか行く。そうスキルチェックめっちゃむずい。めっちゃバンバン爆発させちゃう。スイッチバージョンです。どういうゲーム？4対1でやる鬼ごっこゲームで、その1人の人が鬼で4人の人が逃げる人なんですけど、フィールド敷地内、その鬼ごっこの会場に7個ね直さないといけない発電機っていうものがあって、でその7個中8個かな7個よね7個中5個を直したら扉が開いて脱出ができるんですよ。そのフィールドの外に出られるんですよね、その逃げる側は。でそれが、まあ、3人逃げれれば勝ちで、2人逃げれれば引き分けで、1人2人未満1人か0人だったら負けなんですけど、だから逆に鬼側は2人をの自分の、まあ、倒せば引き分けに持ち込めて、3人倒せば勝てるんですけど、そう、その5個の発電機を直している間に4人がね、鬼がその 4人を攻撃して、そう天に葬っていくんですけど、そうあのなんて言ったらいいんだろう、まあ第五人格だったら椅子で、デッドバイデイライトだったらフックがあって、そこに吊るすことが吊るすんですけど、攻撃して2回攻撃したら倒れるんですよ、その逃げる側はね。で倒れた人をそこに持ってったら、椅子とかねフックに持ってったら、あのそう逃げれなくなっちゃって、もうそのサバイバーは、逃げる側は。でそのサバイバーを仲間が助けに行ったらまた復活できる、あのできたりするんですけど、おなんか道のがもらえたので記念にコメント。本当だー、美味しそうな名前1回でも倒せる条件ある。まあね、基本は2回です。だからそのサバイバーもキラーもいろんな、あのいろんなキャラがいて、そのキャラごとに性能が違うんですよ。例えばその逃げる側だったらめちゃめちゃ発電機を直す速度が速い人とか、めっちゃその身体能力高い人とか、逃げるのに有利な人とかがあるんですけど、第五人格はもともとがそれがあるんやけど、デッドバイデイライトはないですよね。その人ごとに発生するなんか追加でつけれるものが違うだけよな。あれもともとの性能はみんな一緒なんですよ。そうパークっていうものを増やしていったら、そのだんだんと自分のスキルが上がっていくみたいな感じがデッドバイデイライトで、第五人格はもともとキャラ自体がその性能が宿ってるみたいな。だから私第五人格ずっとやってたから、その解読早いキャラで行こうとかすぐ変えれるんですけど、レッドバイデイライトはあの自分が育てていかんと、その自分のやりたい方にあのキャラが傾いてくれないから難しいんですよ。難しいというか時間がかかる、育成ゲーム要素もあるみたいな。翔一さん、あらなんだこれ、熊の女の子タワーありがとう。
とう翔一さん、 Thank you。 そう、まあだからデッドバイデイライトの方がまあめちゃめちゃ自分の やりたいものを作れるのかもしれないですね。第五人格よりその自分やり込めばやり込むほど自分に似合うキャラに育てることができるのがデッドバイデイライトな気がする。翔一さん、振り袖かこれ。いやそれな、視点をねあのこう変える速度がめっちゃ早いんですよ、デッドバイデイライト。だから設定で変えた、めっちゃ遅くした。第5はめっちゃ課金しましたね。今はもうしてないけど。今日の服と髪型すげえ好き。本当ショートに見えますよね、こうやってたら。シミュレーションショート、こんばんは。翔一さん何タワーだろう。今日はなんとかナイスモードでいいや。そう、キラーはまだしてないけど、でもあのブラッドポイントが欲しいのでキラーもやって、いろんなアーカイブとかを、なんて言ったらいいのかな、アーカイブっていうねタスク、あのチャレンジみたいな、その鬼側で4人攻撃できればポイントあげますよみたいなやつがあって、それがデッドバイデイライトでね、あのアーカイブっていうものなんですけど、チャレンジがで、ブラッドポイントでその育成、ブラッドポイントっていうのが育成するためのポイントなんですよ。そうだからブラッドポイントを貯めなきゃ何もできないというか、自分の思い通りに いかないから。そうだからそれがね欲しいんですけど、そのブラッドポイントを貯めるためにあのキラしようかなと思い始めた。本当に課金要素はやればあるって感じ。なんかデッドバイデイライトって無料アプリでやってました？他のプロップナイトね、あれでしょ、魔女から逃げるやつ、物に変身できるやつ、知ってる知ってるね。あのゲーム実況の方見ました、めっちゃ面白そうだったけど。プロップナイトね、デッドバイデイライトは3月にリングとのコラボね、そうそうそう、あの映画のリングとコラボするんだって、すごいよね。貞子なんか日本とコラボしますよね。ネフライトさん知ってますか？知ってますよ、よくご存知でね。私もなんか自分ってゲーム好きなんだなって思い始めました。貞子とコラボ、そうですよね、貞子とコラボ、すごくない？日本のね、あれともコラボしてる、あれなんだっけ、あれあれアリス、それは違うかアリスなんだっけ、あれあのバイオハザードとコラボしてるっけ。モノクマ出すためにあれだけ分回せるの、いやほんとね頭おかしい。でもデッドバイデイライトはもうスイッチバージョンはあのもうねあれなんですよ、もともと8体ぐらいね使えるキャラが入おるんですけど、なんか他のやつはそうでもないやつもあるらしいです。
一体とかしかなくて追加で買っていくみたいな、なんかそのやる機種 PS4 とかやる機種によってその仕様が違うらしくて、私よくわかんないんですけど、そうなんかスイッチで始めるのいいと思います。でもスイッチも全部が使えるわけではなくて、そう、そのコラボ系のもの、バイオハザードとコラボしてるそのバイオハザードのキャラが使いたいってなったら e ショップっていう任天堂のショップからあの追加でお金入れて買わなきゃいけないとかはあるんですけど、別に普通にデッドバイデイライトをやってみたいっていうだけならあの全然大丈夫ですね。私ももうね、そう第五人格のその課金もね、まあ、ほとんどはねスキンなんですよ。このキャラが使いたいからとかじゃなくて、このキャラの見栄えを自分の好きなものにしたいからっていう理由で課金をするから、あのね課金なんて、翔一さん、翔一さんのタワー何のタワーだったかな、ここで今ね終わってるの、ごめんめっちゃ喋ってた。翔一さんありがとう、ちょっと何タワーか教えていただいて、それについて書いてスクショタイムします、ごめん。何の話してたっけ。そしてあ、そうそう、自分のね好きな見た目なんてもういいやって思い始めて、そうな、配信とかしてたらあのね、こんな見た目のものが出ましたよ皆さん、ほら動いてる姿こんなんです、可愛いでしょみたいなできるけど、配信とかも別にしてないから、多分自分の自己満なだけだったんです今まで本当に。そうだからもうね、ゲームへの課金、その見た目への課金はやめようかなって思った。うん、フォートナイトもね、それそのスキンのために課金はすごくしてるけど、フォートナイトクルーも入ってるんですけど、そう迷い身です。様式になってみてください、ね、いやで、ちょっと違う、ほんとハッピーも聞けた、ハッピーでしたかった、一緒にゲームしたいぞ、なんかね、はあ、今日一番良かった曲はないですか。そんなん決められんって、難しいやろ。みぞさんで一番好きなのは、サイダーロードかな、うん、一番聞き込んだかも、サイダーロードのアルバム、全部好きやけどね。デッドバイデイキラーやったら暴言言うのかな、言わんよ私ね本当にね性格がいいんだと思うなんかね、人間はゲームやってる時と運転してる時が一番自分の本性が出るんですって。今回のツアーで音の場、音の場聞きましたね、そうだった、音の場ドクターエイジーが入り口におすすめで、私もねドクターエイジーがね一番最初に行ったアルバムのライブ、ツアーのライブだったから、それは思う、ドクターエイジーもすごい思い入れがあります。それでマスカラに着られた、そうわかる。そうで、私はあの
運転はまだ知ったことないんですけど、ゲームしてる時はあのね、とてもね、そう、言葉遣いがいいんですよ死んだとかは言っちゃうけど、あのキラーじゃない方ね、追われてる身の時に死んだ、あのもう再起不能になっちゃったらねとは言っちゃうけど、そうそうそう、キッズにガンガン言われてたエピソードそうよ、下手すぎてこいつ雑魚だみたいな言われる言われました、フォートナイトそうそう、うん、面白い。マリオカートって楽しいよね。はあ。いやでも今日のことだとは思えない。今日はそのずっともう。ずっと行きたかったライブにね、久々に行けましたし、あとはね、私の好きなチョコチップクッキーも食べたし、なんか一日でもう全部の幸せを詰め込んでやろうと思ってカフェオレも飲んだし、あのチャンククッキーも食べたし、本当に今日は自分で幸せな時間を作ることができました。目閉じたら、目閉じるとホワイトわかる。本当？これも最近買った、2個買ったんですよ。あのね、ファミリーマートで売ってるんですよ、このなんだっけこれ、マスカラ白バージョンと、あとね、まつげがキラキラするダイヤモンドのマスカラなんですけど、ラメが入ってるマスカラみたいなやつを買ったんで、そう、ラメのやつは桃鉄アーでつけようって思ってるので、ぜひ桃鉄アーに来てくださる皆さんは私のまつげが光ってるかどうか注目してみてください。お揃いですよいいんじゃない、マスカラって公園とかでもつけていいよ。マスカラはね、普通は黒なんですけど、黒とか茶色とかね、ツイートしますね。あ、ありがとう。みちさんフォロワー3万人おめでとう。うん、ありがとう。桃鉄は会社の人で行けなくなった。マジ悲しい。 MC でたくさん回線トーク、回線トークすっか、しばしばしばあんた名古屋で確認、あ、お待ちしております。明日2時の登録、あ、本当ですか、みんなが当たってますように。桃鉄は2回しかないからね、16人公演は。もっといろんなとこ回りたかったんですけど、そうね、追加公演できたらいいなって思うけど、どうなんだす、どうなんだすかねなんかあれじゃないですか、その本当に桃鉄で
あの当たった3件しかあの今行く予定にないのでもったいないなって思うし、なんか瀬戸内は行くと思ってたんですよね。瀬戸内のどこかっていうか瀬戸内7軒回ったりとか何軒かはそう行くと思ってたんですけどびっくりしちゃったでもそうね、なんか追加できたらいいなって思ってます。それでは皆さん壇上を読んでいきますね。13位トニトニチョッパーさん、12位ゆきさん、11位つぼゆうすけさん、10位ゆうちろうさん、9位ニコライさん、8位ジャストミトさん、7位マサさん、6位のんたんさん、5位中原さん、4位トラッキーさん、3位もちおさん、2位なんちゃんさん、そして1位はドルルンジちゃん、しょういちさんでした。ありがとうございます。そしてキノラキナンバー22位はドルルンジちゃん、 MK さんでした。ホッピーありがとう。ホッピーも22だ、すごい。そしてあの令和落語も今日から受付してますのでぜひ来てください。それではまた明日、バイバーイ、また明日。Thank you.